皆様、今日はお天気が悪くなりそうなところをお集まりいただきましてありがとうございました。はい、山本さんです。よろしくお願いします。今紹介にありましたように、まずは相田誠の世界ということで、展覧会の告知も含めまして、どんな内容になりそうかということをですね、少しずつお話しさせていただければと思います。まず最初にまだ、全然メディア関係の方にも承知していないんですけれども、展覧会のタイトルが決まりましたので今日はご案内させていただこうと思います。相田誠展、天才でごめんなさい。ちょっとね。というタイトルに決まりましたので、ちょっとその天才でごめんなさいの意味合いについてまず聞かせていただければなと思っています。はい、適当につけますか。ヤマリマスカップとリトアリアのでバーでビールを飲みながらトークがだけです。だけなんですけど、もうちょっと言わなきゃいけないですね。ですね、まあ、真面目に答えれば、僕がデビューする前、大学院の頃なんですけど、あるちょっと文章を書いて宣言みたいなもので、簡単に言うと、近代的な近代以降の技術家アーティスト、そういうような生意気なものにはならず、物を言わずコツコツただ物を作る一般の職人に俺はなるのだみたいな、まあ、その当時からちょっと半分嘘だったんですけれど、そんなでも中は本気だったんですけれど、そんなのを書いて、まあ、作品はエッチだったりしたんですけれど、そこから、まあ、ちょっと丁寧に絵を描くようなことを始めたんですが、それで、まあ、このキャリアが始まったようなものなんですが、それからなんだかんだいろいろあって今に至ると、結局、立派な職人みたいなものになれなかったりと、そうじゃなくてやっぱり、未だにわがままな俺様不思議なそういうアーティストやっちゃっててごめんなさいってことですが、他にもまあいろいろ、あとじゃあもうはっきり言っちゃいますと、まあ、新作、大きなものが3つ予定してますけれど、他にもちょっと細かいのがいろいろ作りたくなっちゃって、多分全部間に合わないとは思うんですよね。事前に予防線貼って間に合ってごめんなさい天才なのでっていう意味合いがあります。いろいろ他にもいろいろあるんで、それを追って手中にタイトルの意味みたいな文章に書きますので、よろしくお願いします。わかりました。この天才で、相田誠の天才でごめんなさいをですね、英語のタイトルにしなければいけなくて、それをそのまま、Sorry to be genius みたいなことで訳していいのかという議論を相当しました。つまり、ここで彼が言っているこの天才というのが、まあ、日本人のある世代の方たちは、天才バカボンって言った時の、その天才という意味を含む、多面性というのをなんとなくこう感覚的に理解してくださっていると思うんですけれども、それをそのままジーニアスというふうに訳してしまうと全く違うことになってしまうというので、英語のタイトルは「モニュメント・フォー・ナッシング」という彼の作品の中にある、まあ、一つのタイトルなんですけれども、それをそのまま、英語のタイトルとして、まあ、ジーニアスということを使うよりは「天才でごめんなさい」「モニュメント・フォー・ナッシング」というふうにした方が根底に流れている意味合いとしては近いのかなということで、まあ、それを採用していただきました。まあ、その翻訳しづらさというものと、相田誠の作品が抱えている複雑さと、伝えにくさというんですかね、多面性というものと、まさにもう初っ端からこう面と向き合ったような気がいたしました。はい。いやでもできればこの展覧会っていうのはあわよく
開させたいなんて淡い望みも立てつつ、もう初っ端から展覧会タイトルから英訳できなくてつまずいてね、あの先行き怪しくて、まあ、はい、次行きましょう。まあ、ただ、その一つ一つの作品の中にある複雑なこう背景というか、今も天才でごめんなさいという一つのタイトルをとってもいろんな思いがあるというふうに言ってましたけれども、そのこう絡み合ったさまざまな思いを割とこう丁寧に紐解いていくことで、その複雑さの背景が見えてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、展覧会の構成は大きく今森美術館3つ大きなギャラリーがあって、それをつなぐ小さな部屋があるような構成になっているんですけども、その3つの構成について何となくちょっと話していただきましょうか。はい、まあ、第1室目は、まあ、広く浅くざっと見てもらうというような部屋で、あれに初期のあまりサイズの大きくない、絵画を中心に飾ってありまして、そこの最後は、戦争がリターンズという、まあ、僕の、20代後半から30代前半からでしょうかにかけた、まあ、今や僕の初期作品になっちゃうんですかね。ちょっと前まで中期の作品とか言ってましたけど、それをまとめて見せるという感じで、まあ、割にオーソドックスかなという感じです。第2室、まあ、大きな1室と2室の間に森美術館というのはまた小さなちょっと斜め角度 の、 部屋が2つじゃ2つあったりして、そこももちろん、いろいろ利用するんですが、そういう部屋は割にいろいろちょっと遊びのある部屋になると思うんですが、それちょっと説明するのは時間がかかるので、まあ、何かありまして、第2室目はですね、まあ、今のところ根本部屋と呼んでますが、僕の、まあ、しっかりと絵を描かない時の僕、でも、まあ、本当はそれが本当の僕っちゃうところで、まあ、僕はちょっと絵は下手でして、絵を描くときはちょっと鼻つまみながら無理やりやりが丁寧に描いてるんですけれど、伸び伸びかな、やってるようなのが中心でしょうか。でちょっとこう部屋を暗くしてスポットライト的にしてビデオ映写とかそういうものもあったり、まあ、立体新作の大きな FRB で作る、プラスチックみたいなものですが、立体とかもそこに行きます。あと無闇にやたらとでかい、世界で5カ所ぐらい見せてて日本でまだ見せてないサイズがばっかりでかいモニュメントコーナスの3というようなものを見せたり、まあ、そんなぐちゃぐちゃした暗い部屋です。2番目で、また斜めの部屋がちょっとありまして、最後っちゃ最後の3番目の部屋が、こっちは、対策部屋ですかね。まあ、対策といっても、まあ、100メートルとかありませんが、まあ、その8分の1ぐらいの15メートルに収まったんですが、一つは女の子たちがいっぱい出てくる、2メートル半かける15メートルぐらい、まあ、すごい横長の新作の絵があります。あとやってきる間に合う、まだスタイルもそこそこな巨大な、銀色の
京の方で完成した状態で見せるのは初めてですね。灰色の山も、完成した状態で見せるのは日本の初めてになりましたね。そして、まあ、そのような対策が終わって普通はそこで展覧会が終わるんですが、おまけというわけでもないんですが、最後のいつもはレクチャー、あのスライドレクチャーとかやったりする、ちょっと下の出口の部屋ですが、そこで、ここ3年ばかりでしょうか、続けているちょっとワークショップのモニュメントフォーナッシング2という、段ボールを素材に、人々の自由参加で、巨大なモニュメントをコツコツと、まあ、職人という言葉を僕どうも、まあ、好きじゃ好きなんですかね、ちょっと僕の中のキーワードなんですが、職人みたいな風なつもりでコツコツと作って、何か巨大な古代遺跡みたいなものを作るのかな、何目的かちょっと自分でもよくわからないんですが、そういうものがありまして、それは、展覧会期間4ヶ月あるんですが、希望される方には、参加してもらって、僕もできれば、展覧会期間中ほぼ毎日出勤しまして、そこで一緒に作り続けて、展覧会です。あわよくば最後の最終日に完成万歳と行きたいんですけれど、行かなかったら行かなかったでまた延長戦で、ちょっとそれはガウディのサグラダ・ファミリアがちょっと一つのイメージなので、完成まで急がず気長にやるっていうのがコンセプトなんで、そんなものが最後に来ます。ありがとうございました。それではその展覧会の中に、登場する、出品される一覧展覧の、代表作について少し説明をしていただきたいと思うんですけれども、まあ、こちらの巨大富士山バーサスキングギドラも、まあ、間誠を、エロゴ作家と位置づけた、まあ、代表的な、まあ、デビュー当時の作品であるということなんですけれども、まあ、その背景にどういう、まあ、社会的もしくは美術史的な話があるのかというのを合わせて見ていくことによって、まあ、そんなにエロゴロだけではないのかということが分かってくるかなと思いまして、ちょっとお用意しました。先生引き続きちょっと解説をお願いしたいんですけど、次のあれも見せていいですか？ベースになっているのはそういうことですね。はい、まあ、構図的には構図というかいろいろ、まあ、これを思い出して、こういう絵があったなと思い出して、この絵になったんですが、まあ、でもその前々からこれは92年に描いたんですが、まあ、その頃オタクっていうのが、まあ、宮崎ストーム事件以降、まあ、この頃特に結構ネガティブな意味でオタクっていうのがニュースに出るようになったような頃で、まあ、僕はまあオタクかと言われるとオタクではないでしょうけれど、オタクの何でしょう、ね、第一世代、あるいは第二世代ぐらいだったかな、の世代に多分属していて、まあ、なんていうか、簡単に言うと気持ちは分かるというか、同世代として親近感といいますかね、リアルにその存在とその精神構造は、自分のものとして、理解できるというような立場にあって、まあ、そういう。オタクということもありますが、その前から、まあ、手塚治虫などから始まった、日本の漫画の、その、なんて言いますかね、流星といいますか、でその、まあ、直接の歴史がつながっているわけじゃないけれど、そのまた先の方にある浮世絵という、まあ、技術って、作ってる本人たちも思ってるわけじゃなくて、まあ、当然うちのそんなことはないけど、サブカルチャーというか、大衆文化だけれど、案外日本人が描いてきた絵っていうのは、
ファインアートといいますかね、あの可能だとかそういう権力者が認める一般な絵っていうのは、まあ、中国の影響も強いこともあって、なかなかオリジナルな力が発揮してなかったりする中で、こういう大衆的なやつの方がむしろ正直な自然なこう日本人の造形感覚というかが出ていて、そこら辺の漫画アニメとあのこういうラインは何か気になるなというか、そういうことを、関連付けた作品を作りたいと学生の頃から悶々と考えて時々実験したりしながらあんまりろくなものが作れなくて、まあ、でその大学出た頃に作ったものが、これがまあ一応とりあえずの形になったかなというような作品ですね。ありがとうございます。では続いてもう一つの、大丈夫ですか、先ほどの話では戦争が大事なので、特にあの14区空爆の図、これがさまざまなところで取り上げられているんですけれども、まあ、参照的としては少し先にそれを行っておりまして、まあ、これはマンハッタンの上をゼロ戦が飛んでいて、マンハッタン全体が燃えているですけれども、地獄絵図とか、それから落中落画図、そして、まあ、台湾の画像も戦闘するといったあたりを、まあ、構図やらモチーフとしては参照しているか。そうですね、まあ、これはちょっと、いろんなものがミックスしているので、簡潔に説明しにくいんですけれど、まあ、ある時期、この時期ばかりなんですけれど、20代後半とか30代あたり、僕は大学は油絵科出身だったんですけれど、まあ、日本古美術は、まあ、残っているものは素晴らしいなと、まあ、まずはそういう、シンプルにリスペクトとして日本古美術っていうものも関心あったんですけれど、必ずしもリスペクトっていうのとはちょっとまた別に、明治以降近代になってから出来上がったその日本画っていう制度、まあ、美大でも名の日本画家っていう科がありますけれど、それに門外観ながら興味っていうかちょっと、まあ、批判というか批評的態度で、興味が湧いてた時期が一時期強くあって、今まあ亡くなったわけじゃないですが、まあ批判的に使ったことも多いんですが、これは、まあ、加山雅三さんは基本的には好きな方の、現代日本画家でして、なんかまあこれ使えるなと、なんか使えるはずだとなんか思っていて、まあ、ゼロ戦だ、ゼロ戦でニューヨークだ、例えばニューヨークって京都の街みたいに五番の目みたいであったら、例えばニューヨーク行った時にイラストレイテッドマップっていうマハッタン のイラスト化されてこう観光地図になっているのが、そういうのがなんか中学ぐらいっぽかったな、よし行けみたいな、まあ、そういう流れの発想も一つにはありますが、もちろんそれと別に太平洋戦争というのが、まあ、僕の世代なんか多いはずですが、親から戦争体験聞いたり、NHK 特集の8月15日あたりの特集を見てなんか怖くて泣いちゃったりとか、そういう体験から、まあ、ちょっとトラウマに近いような感情を太平洋戦争を持っていて、太平洋戦争ということもいつか、そういう現代のアーティストが歴史問題など社会や歴史問題を題材にするその花鳥風月みたいな趣味的なものばかり書いてちゃいけないという思いもあって、そういうことが、まあ、ミックスして合流して今回になります。これは
戦争に関するシリーズの中でも割と初期に。そうですね。もしかしたら、あの美しい方の方が先だったかもしれないですけど。で、そのまあ、社会の風景のようなものが、投影されているものです。これは、2009年から10年に書かれた灰色の山という、先ほどちょっと、灰色さんが言ってくれた、最後の対策の部屋の中にこれも入ってきますけれども、遠くから見ると、このような形で、水墨画のようなにも見えなかったんですけれども、近くに寄ってみると、このような感じで、日本人に限らず、さまざまな人種だと思われる、サラリーマンの人たちが、まずになっていて、コンピューターとか机とかです、椅子とかというものがこう、ごっちゃになっていてですね、これも本当に、割とこうショッキングなイメージで、特に、震災の後に見ると、とても強烈なイメージに見えたものだなと思っていますが、ニューヨークの風格と書いた時にもその後で何色も残ったんですよね。いや、これは本当にでも特にこっちと震災は本当に偶然というか、これは日本は自信はいい作るわけであれですけど、ニューヨークのアムレット911は多少の、つまりニューヨークという街、勝ち組の象徴のような街がある、バカと言い方すれば、ある恨みのこう対象としてターゲットになるというのは、偶然の一ではないでしょうけれど、これはもちろん、震災超えた後も僕としてもそんなに、それほど関連性あるとは思ってないんですが、こちら側としてはまず背広ってものへのちょっと興味といいますか、見てのとおり背広を着るほぼ着たことのない人間なんですけれど、着ない僕自分が着てなくて、でも僕が暮らしているこの東京の、男性はこうかなりほとんどの方が背広を着ているというこのギャップといいますか、それに僕の作品どれもそうなんですけど、ここから何か解説をしようとしてもここからこう言葉が濁るっていうか、結論にいかないんですけれど、それで背広なんか着ている人生はくだらねえっていうのをこの絵で俺は生きてやったんだとかこう言えばシンプルなんですけど、別にそういうシンプルなことが言いたくて書くわけじゃなくて、なんだよなという思いみたいのがあるから絵に描きたくなるわけで、セリフ反対とかだったら日比谷公園かなんかで前に行って言いに行きますけど、そうじゃないんだよなというのが、大体他の全ての絵もなんで女の子の足を切ったとか、なんか全てのこう怖いって聞かれても大体いやなんか気になってっていうぐらいで、その辺が天才でごめんなさいっていうことなんですけど、このサラリーマンのモチーフは、一人でもマシンにもはっきりしてますし、それから、みんなと一緒シリーズっていう、同社が書かれたシリーズ、今おっしゃられたのは両方とも、一つはサラリーマンは日本から出てけっていうデモしてる、一人デモしてる、やつで、分かってます。今日は出席者名簿みたいにいただきますね。立派な役職の方がいっぱいいることを知ってる企業の方がいるのは知ってるんですが、冗談ですっていうか、アイロニーですっていうか、なんて言いますかね。もちろんこのサラリーマン会社員あるいは公務員官僚というものが
いなくなったら、もうおしまいなことは分かっていて、なんて言いますかね、ちょっと僕はその芸術っていうのはなんかやっぱり基本的にまともなことを言ってもしょうがないというか、まともなことを言うなら他のジャンルで他議員でもなくて喋ればいいんじゃないかと思うんで、なんか芸術家だからできる、だからなんかちょっと許されるようなのかな。まあいや、まあ、ちょっとね、リトビタルじゃないや、なんか、栄養ドリンクに毒入れて、サラダの今を殺すみたいな、ひどいネタですけど、でもこの間ツイートしたけど、でもやっぱりちょっと、ビゲインの24時間戦ってドリンク飲んで、うおーみたいな、やっぱり嫌いは嫌いですけどね。なんだっけな。まあ、で、ちょっとね、そんな例えばそれは、バカバカしいブラックジョークとしてやったけど、でも、本当は僕の、まあ、僕が着ない背広を着ている人々への思いは、まあ、そんなものよりもちょっと違うので、こっちの方がまだ本当の気持ちに近いけど、でもそれは何口で言葉で言ってって言われるとちょっと言えないんですが、なんでしょう、その日本の戦後の高度経済成長を眺めながらというか、その時代と、まあ、間のことの成長期というのが重なっているわけで、まあ、そのこう、なんて言うんでしょう、社会のメインストリームみたいなものに対する、まあ、何らかのこう批評的な視点なのかなと思ったり、まあ、そうではない、まあ、自分の中にあるコンプレックスというものだったりとか、さまざまなものが混ざっているという感じなんですね。そうですね。まあ、僕はなんかあんまり無理をして、無理して勉強して調べて、作品を作ろうとか、まあ、しなくていいじゃないかとある時から決めた人間なんですけれど、こうやって過ごして作っていったら、そのままのその日本、まあ、僕はあまり海外で生活して海外のアーティストになりたいとは思わないので、このまま活動していれば最終的にトータルで僕の見たとき、割に日本の、社会との時代の流れとリンクしたように、まあ、そうしようとしなくてもなるんじゃないかなと思って、あまり無理せず作ろうとしているんですが、例えばさっきニューヨーク空爆の図っていうのは、あんなの作った理由のほんの一つですけれど、日本の不動産屋が、確かエンパイアステートビルかなんか、ただなんかいつかノリチューブなんかなんか、買ったとか言って、またジャパンバッシングが、ジャパンバッシングが激しくなったみたいなニュースからはちょっと時代、後ですけれど、でもまだそんなに良さがあった頃ですので、浮かんだイメージです。今だったら浮かばないでしょうし、これはまあやはり、国際的なセリフを着て働いている人のイメージでやったけど、でもそれはこれはやはりバブルを崩壊して元気になっていく日本と、まあ、関係ないとはちょっとそういうのも自然なようなものだとは思っていますね。はい、じゃあ滝の上、さっきちょっと出てもらいましたけど、大丈夫です、ね、ちょっと時間があれなので、これだけ。はい、そうですね、これはどう言いましょうかね、いろいろ、まあ、モニュメント・フォー・ナッシングっていうシリーズの、は、まあ、3作目まで行ったんですけれど、ちょっと現代美術館という巨大空間があるっていう、そういう公共のスペースがあるっていうことを前提に、そこで何をやるか、巨大な壁を埋めるってどういうことだろうというような思考から、スタートしているシリーズの一つで、まあ
これはそうですね、美術館というのは西洋の教会、かつての、まあ、かつて存在する、ヨーロッパの教会のかつての存在感とかと多分何か共通しているところがあるんだろうと、なんかヨーロッパに対して感じるところがあって、それをまあまあまあシミュレーションのようなものというかね、また日本ネタばかりの何なので少しキリスト美術のキリスト教の教義とは関係ないけれど、見た目キリスト教をっていうのを一回ちょっとやってみたかったので、まあ、そんなやってます。これの、ダンボールとクラフトテープだけで作るっていうことなんですね。そうですね、まあ、クラフトテープから水張りテープで、あと梱包用の紙テープでしたんですけど、一応僕の考えでは、保存性といいますか、考えるつもりで、これはいつか完全に完成したら分解できるんですけれど、どこかの美術館にお読みにして収蔵庫に湿度と温度の調整の、そこに永久にフルダンボールなのでゴミ素材ゴミなんですけど、ゴミでも永久に人類が残してくれることを願ってやっております。そうそう、お世話ですすごい早く終わりますもんね。最後にですね、ドキュメンタリーを作っていらっしゃるというので、それの予告編を、5分ほど見せていただけるというふうに聞いていますので、それの準備をしていただいて、そのドキュメンタリーについて少し、はい、そうですね、今見てもらった灰色の山という絵は主に、北京で、なぜか北京で作ったんですが、この所属している水回りギャラリーというのは北京支店がありまして、まあ、結構バカでかい空間でして、そこで公開制作ということで、最初は2、3ヶ月で完成すると思ったら、大体くらい、そうではなくて半年かかってもできなかったんですけれど、その模様を、主に撮っておりますですね。準備は大丈夫でしょうか。ちょっと、ちょっと、あ、やった。
せたんだ。第1部はこんな感じで終わらせていただきたいと思います。皆さんもう一度ありがとうございます。